地底人ラジオ桜ヶ丘学長のラジオセルフィー We are ブロスツアー2018徳島公演に密着である、本日4月13日金曜日、時刻は18時ちょうどです。徳島に到着しました。移動お疲れ様です。もう早速エシャレット食べてますけど、言おうとしてますね、うん、今日はね、あのイベンター、デュークのイベンターさんがね、エシャレットのね、静岡県産のエシャレットと香川県産の赤エシャレットっての2つ用意してくださってるんですよ。はい。で今ね、早速食べ比べてみてるんだけど、赤エシャレットの方がものすごく味がマイルド。調理の仕方で多分いろいろ違うと思うんだけども、はい、生で食べる分にはこの赤エシャレットはすごく食べやすくて、食前の前菜としてはすごくいいですよね。いいですね。はい、今日はですね、あの徳島公演ということで、うん、移動中なんですけれども、うん、まずはあの今日4月13日ということなので、うん、劇場版名探偵コナンゼロの執行人公開日です。あ、俺もうなんか4月13日金曜日なんでジェイソンの日ですよ、13日の金曜日って言うかと思ったら、はい、それもちょっとちらついてはいたんですけど、うん、まず我々にとっての4月13日といえばコナン、ね、公開日という。もうどうですか、ツイッターの番人こと DSP さんもツイッター上には様々な、はい、来てますね、称賛の嵐、嵐が、ビジレイクが並んでるんではないのか並んでますね。うん、ちょっと紹介してもろてもええか。もうやっぱ朝からあの、うん、朝一のちゃんと会見に行くっていう、ね、はい、方たちからたくさんも来てたので、さすがコナンファンの皆さん熱狂度が高い、いやホットですよ、はい、思ってまして、まあ、さらにその福山さんの主題歌にもまつわったコメントしてくださっている方たちをちょっとピックアップさせていただきました、はい、で結局私はコナンが頑張ったなって、毎年一本作るの大変だよね。うーん、そうだね、毎年一本映画作るってこれ大変ですよ、はい、下瀬川ひなる、コナンすごかった、うん、シンゴジラだしサマーウォーズだし福山雅治だったいやいやそんな立派なものと並べていただけて光栄ですよ。はい。で最後です、ワトさんから、念には念を追って、早く出すぎて梅田ついちゃったって映画館閉まってて友達とずっとコナン語ってる笑い最高じゃないですか楽しい、やっぱリアルで語るのとツイッターで語るのって違った楽しみ方だなって思う、まあね、まあね、どっちも楽しい、いやでもリアルだと口に語彙力が追いつかない、うん、パニクって青山正治って言ってしまったパニクってるな、だいぶ青山先生と福山正治という感じで、あのま、もともとコナンファンの皆さんのそのツイッター上のワードチョイスっていうのは非常にこうセンスが感じられるのが多いんですけど、そう、あのちょっと僕もね、あの聞き慣れない見慣れない言葉を発見しました。はい。五体統治。ああ。五体統治、これはDSP さんどういう意味でしょうか。五体統治。だから結構聞き慣れない。あの言葉だったりとか、はい、あと神をよくあの使われますよね、はい、そうですね、神使いますし、うん、涙が止まらないって非常に多いですよね、うん、五体統治とは五体すなわち両手両肘額を地面に投げ伏せ、うん、仏や高僧などを礼拝することである。なるほど、なるほど、これは土下座とかそういったものよりもさらに強い表現ですよね、はい、土下座とは違うか、はい、要はその礼拝ですね、いわゆるね、はい、うん、そういう言葉なんだね、知らなかった。すごいですね、うん、まあ、とにかくこうツイッター上見てると、もうとにかくみんなパニックと興奮と感動がこう入り混じった、うん、コメントが多数ある中で、やっぱり福山さんの主題歌について語ってくださってるので、いやだからね、これはやっぱりね、その
映画の公開に合わせて、はい、やっぱこう iTunes もねこう動いてるんですよ。いや楽しみですね、ここからまた明日以降の動きが、ねえすごいですね。やっぱりそのコナンという作品の劇場版もそうですし、まあもともと連載ずっとしているその歴史ファンとのコミュニケーション、はい、それと恒例のっていうことですよね。もう毎年一本作るっていう、まあ、いろんな意見あると思うんですけれど、その年末の大感謝祭なんかもこう毎年続けることによって、定着していくっていう、そのスケジュールが来てくださる方のスケジュールも切りやすいっていうようなのも、まあ、あるのかなと、はい、だから恒例のっていうものを作れるっていうのは、まあ、すごいことですよね。はい、コナン劇場版コナンもすごいことですよ、やっぱり。ダニエルさんすごいタイミングで口にエシャレットなんでダニエルさんの後ろからそっとエシャレットを口に挿入するの。すごいタイミング。どっち入れたの。赤い方入れたの。それ断らずに食べるからね、またね、そのリエスティもね。じゃあタイトルコール、はい、行きましょうか。はい、福山雅治と DSP のステージンラジオ in 徳島ですよ。はい、これは今道路としてはなんていう道路を走ってるんですか。11号線です。国道11号線です。はい、大きい道路ですね。これ繋がってるの、あの香川。香川繋がってますね。四国を全て網羅している。はい、もう香川のメイン道路です、ね、メインストリート。はい、メインストリートです、ね、いや大きい道路ですよ、うん、国道11号線走りながらのタイトルコールさせていただきましたが、まあ、我々これからね、ちょっとお食事をして、はい、という流れなので、はい、じゃあまず曲聴いていただきましょうか、はい、4月13日公開になりました劇場版名探偵コナンゼロの執行人、主題歌で福山雅治でゼロ。ステージンラジオはダンロップの提供でお送りします。ステージンラジオ桜ヶ丘学長のラジオセルフィー、さてここからは恒例のもっと知ろうよ四国地方ということで、リスナーの皆さんからツイッター上にさまざまな四国にまつわる情報をお送りいただいてるんですけれども、うん、まず方言編から、うん、徳島の言葉ですが、ゆかさんからえっとぶりの徳島めっちゃ待っとったよ、伊勢で使いよったアババイは徳島でも使うんよ。へえ、アババイって言うの徳島。確定します。まあね、イベントの方も四国全域を網羅してらっしゃる。えっとぶりってなんで久しぶりってことなんだ。久しぶりです。3回目やけん何紹介したらええんやろ。美味しいもん容器あるよ、食べてってな。ツアー会場でいっちゃん小さいアスティがいっちゃん盛り上がってやろうって思っとるけんね。そうね、ライブハウスアスティですからね。はい、うん、ですね。これはまあ確かに徳島弁四国弁ですね。チョロさんからも、エットブリ徳島って福山さんに言ってほしいな。うん、えっとぶり。ヒロロ軍曹さんから徳島県のありがとうさようならの言い方、はいはいはい、言葉としては同じですがアクセントの位置がとうとさようならなの違いますと。なので読んでみるとありがとう、うん、さようなら。それは四国全域がそうなんだ。香川もそうでしたね。ありがとう、ありがとうとさよなら、さよならっていうのは、はい、一緒でしたね。で、さらにいくつかいきます、うん、リカさんから
またなの言い方です。うん、ほなねほなね。あとですね、まあ、これに近いもので、さよならまだあるんですけど、ゆかりんさんからは、うん、さよならはほななか、ほんだらまたな、ほんだら、ほんだらなとかは言いますね。うん、ほんだらな、はい、まあでもほななはやっぱ、はい、ほななはもう多分全域じゃないですかね、四国は。ほなな。ゆかわみっちょさんからは、うん、イングリッチングリ、イングリモングリじゃないんですか。ですよね、イングリモングリだなと思うんですけど、うん、これは僕は聞いたことないですね。イングリチングリっていうと相当何かセクシーな状態に入っちゃってる、はい、もうしかもそのセクシーな状態の中でもかなりクライマックス、クライマックスに近い状態を表現してる言葉に感じるんですけど、これはデュークさん、このイングリチングリというのはそのどういう状態を、ま、イングリーはまあね、イングリモングリさんのイングリーを思い出しますけど、はい、まあ、チングリは、チングリはだってもうチングリしかもう思いつかないですよ。チングリですよね。チングリって聞いたら、返しですよね。間違いなくそういきますね。普通はその、日本語っていうのはそういうふうに繋がっていくもんなんだけど、はい、もう答えられないし、知らないって言ってるもんだって。不揃いなという意味だそうです。え？不揃いな。え、じゃあイングリチングリなリンゴたちっていう話なの、ね、あれは。あ、ドラマあったじゃないですか、不揃い不揃いのリンゴたち、イングリチングリリンゴたちってこと。そういうことですね。はあ。チグハグとか不揃いとかっていう意味。使うの？いや、どうなんですかね。うん、どうなんですかね。言葉として存在してたかもしれないし、してるかもしれないけど、これ使うのかな。そうですね。うん、はい。あとですね、ミポさんから、まずは徳島に来てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうは、アワ弁でもありがとう。それに対して、どういたしましてが、どちらいか。いやね。ただ、どちらいかは、四国出身の僕はあまり耳馴染みがなくですね、多分徳島独特の言葉なのかなと思うんですけど。そうなんだ。でもありがとうどちらいかと言いますという声もいくつかいただいております、うん、というのが方言編でした、うん、まあ、やっぱりイングリッシュイングリですね、はい、インパクトがあるのは、はい、気になる、うん、言いたくなりますよね。言いたくなりますね。言いたくなる言葉ってやっぱあるじゃないですか。はい、ウィスコンシン州とかね、はい、こうアメリカの州ですけれど、はい、ザ・ハトルテとか、はい、マサチューセッツ工科大学でしょ、はい、もう言いたくなるよね。と同じぐらい言いたくなる言葉、はい、イングリチングリ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、で続きまして、豆知識編ですね。まずはですね、福潤さんから、マシャ徳島に来てくれてありがとう。どちらいか。どちらいか。間違った。どちらいか。眉山と稲佐山はちょっと似てる気がします。ああ、タワーが、塔があるもんね、眉山ね。この、眉山と書いて眉山ね。週末楽しみにしとるけんな、ほななと。ほなな。眉山前行ったよね。行きました。ね。登られたんですか、うん、あ、うん、なるほど、うん、でもこの鉄塔の感じは似てますね。似てますね。うん、眉山といえばさだまさしさんのね、はい、さださんの原作で映画化された松嶋菜々子さんがね、汗ばんだ感じで阿波踊りを踊るという、そのドキドキするような、なんかこう、ごめんなさい、そこしか思い出せない汗ばんだ松嶋菜々子さんこういうのをもう鮮明に思い出す。阿波踊りって色っぽく見えます、うん、でそれだけ、ね、お顔の部分が汗かいてたら、それお背中とかもっと汗かいてらっしゃるのかなとか、そういう、もう僕はダメ人間だ、僕はすぐそういうことを考えてしまう。ごめんなさい松島さん、ねえ。
それですね、こう、まあ、ちょっと山つながりで、もう一つ徳島には剣山という山があるんですけれども、うん、ちょっとですね、この剣山にまつわるいろんな情報が届いてるんですが、うん、地底人ラジオ的に非常に興味深いなというところで、あのリサーチもついでにさせていただいたんですけど、まず美智子さんからの情報で、うん、ソロモンの秘宝が剣山に隠されているのではという話があります。どういうことだ、ソロモンの秘宝自体僕ちょっと詳しくないですけど、はい、これちょっと調べると、うん、8000億円の価値のあるあの秘宝、秘宝というか、まあ、うん、古代の、うん、昔剣山からは100体ものミイラが見つかったという話も、うん、そしていやいやソロモンの秘宝は我が町神山町に隠されているという説もあります。そもそもソロモンの秘宝って何なんですか。アークと言われるものが存在するらしくです、うん、秘宝ね、はい、うん、それはアークというのは何かというと、モーゼの10回が書かれている石板が中に入っている箱らしいんですけど、うん、それが、まあ、アークと呼ばれているもので、うん、で別の情報を調べるとそれが剣山に眠っているんじゃないのかと。なんでそんなものがその剣山に持ってこられたの。はい、というところで非常にこう謎が多いんですけど、ちょっとですね、信憑性のある情報もあればそうじゃないものもあるなと思いながら、うん、いくつかあの情報を集めてみたんですけど、うん、残っている記録としてはその昭和11年に高根正則さんという方ですね、この方がですね、うん、神奈川県の、高校の校長をやられてたらしいんですが、うん、聖書研究家の方だったらしいです、うん、が他2名を連れてその剣山をですね、数年間かけて150メートル掘ったらしいです、うんうん、するとその131メートル地点で球体型をした太陽岩と言われる石を発見したらしく、うんうん、さらに奥にも4メーター奥に同じような形のものが出てきたと、うん、でさらに、大理石でできたアーチ型の門や、うん、高さ15メートルほどのピラミッド型の空間がそこに存在していた。それは本当なのという記録が残ってるんですが、うん、それを日報として出したのが、うん、まあ、抹消されてしまっていると、うん、でさらにその後にですね、こう山本英介という方が、うん、さらにその、高根さんが掘っていた穴を発見し、うん、でさらにその奥にあったのがレンガ造りの回廊を発見したらしく、うん、そこにミイラが100体眠っていたということで、その剣山自体が地下都市であるとか。地下都市言っちゃった。地下都市言っちゃったか、はい、あとその人工的に作られた山なんじゃないのかっていうものが、うん、未だに徳島県の中の噂として残っていると。さらにですね、あの徳島県には、うん、電車が通っていないという。おお、なんで急にそっち飛ぶの。実はこれが関連性またありまして、ソロモンと剣山と電車が通ってないのは何の関係があるの。はい、で、まあ、汽車しか走ってないんですけれども、うん、まずその電車がなぜ通っていないのかという角度から紐解いていった記事があります、うん、日本全国の都市府県の中でただ一軒電車が走ってない県が徳島県であると。へえ、一軒だけなの。はい、でそうなんだ。鉄道が電化が進まないのは JR 四国の財政が厳しいからだと言われてきてはいたんですけれども、うん、でもよくよく考えると四国の3県、他3県には電車が通っていると、うん、いうことなので、ちょっとそれは考えづらいんじゃないのかと、うん、でそこで一説出てきたのが、四国88カ所巡りは、うん、お遍路さんたちがこう四国を回って、うん、巡礼するんですが、その動きが決壊となって四国の霊山を封印していると言われている、うん、そうなの。はい、らしく、お遍路さんでそういう意味もあんだ。あるみたいです、うん、でその四国の霊山の中心である剣山、うん、でその剣山には戦前から終戦直後にかけての発掘調査で、うん、地下都市の存在が確認されていると。いやところがこの大発見の直後、うん、なぜか徳島日報に掲載される予定だった記事が、うん、上からの圧力で差し替えられてしまった。どの上ってどこよ。
これは政府らしいですね、うん、で1950年代の探索を最後に、うん、剣山発掘調査の許可は政府から下りなくなってしまったと。でこれに一体何があったのかというところで、うん、実はそのモーゼの実戒を収めた失われたアークですね、まあ、箱です。失われたアークね、はい、が地下深くに封印されているのだという説があると、うん、で四国を巡る巡礼者たちはその結界の役割を果たし2000年以上もの間アークが地上に再出現するのを妨げてきた、うん、でこの世界を支配する一族の中ではアークが日本に存在しユダヤ教のルーツが日本にあることを望まない一派が強い勢力を誇っていると、うん、四国巡礼というシステムによってアークの霊力は封じられ長い間その存在が見つからない仕組みに維持されてきたという説があると、うん、でその電気を走らせることによってそうだよ電車はどうなったの、はい、アーク放電というものが起きてそのアークに要は結界に悪影響を及ぼすのではないかというところでその剣山に近い徳島県には電車が走らせられていないんじゃないのかと。いくつか、はい、あの疑問点を、はい、まずその電車の電力と、はい今こう日常的に徳島の県民の皆さんが使ってる電力そもそも相当電力使ってるわけじゃないですかそうですねうん電車の電力が凄まじくそのアーク放電となんか干渉したりとかそういうことを起こす可能性はちょっと考えにくいなと思ってまして、はい、でもう一点のそのアークっていうのがさっきあの DSP さんの説明によるとモーセの10階の、何が書かれた石板っていうか石碑なの10階が書かれた石板、ね、10階そのものが描かれているんだ、はい、っていうそのキリスト教じゃないですかはいキリスト教と、お遍路とのその関連性ですよねちょっとこれは引き続きリサーチをより深めそうですね、はい、そしてやっぱりその僕もちょっと中途半端な知識しかないので、はいまあ、僕も DSP もやはりねもっとねこう神についてそうですねそうちょっとこうリサーチした方がいいですよね、はい、もうちょっと知識を深め、うん、やはり我々もうちょっと宗教というものに対してその、はい、よりこう勉強をした方がいいかもしれないですね、はい、そうですねデュークさん知ってましたその剣さんの話を、ね、全く知りませんあということはこれも情報操作で、はい、もうあの完全にコントロールされてるんだねじゃあね記憶を消されてるのが多分デュークさんイベンターの皆さんは記憶消されてますねこれねあそうですねちなみにそのドライバーの方は徳島の出身でいらっしゃいます僕は香川ですあ香川デューク知ってました全く知りませんでした。ああ、完全に、完全にこれは、脳の一部を、はい、電磁メスかなんかで、はいそうですね、うん、やられてますね。僕ら東京から今来たんで。そうね。でも俺たちも徳島でライブやって帰る頃にはその記憶なくなってるかもしれないもんね。はい、この今撮ってる音声も、消される可能性あるからね。消えてる可能性ありますよね。その、この会話の部分だけが。これ車って、レンタカー？はい、そうです。多分この車の中の情報は全部もう、筒抜けになってるはずなんで。まずいですね。うん。これなんとかオンエアに。できるかな圧力がかかるんじゃないかな剣山、人工、物なんではないか説、剣山の地下に地下都市があるんじゃないか説、こちらの方はご存知だという方、情報お待ちしております。お待ちしてます。時刻は現在21時50分頃です。徳島での食事が終わった移動中の車中からお届けしております。
松島奈々子さんがね、はい、汗ばんだ感じで、はい、阿波踊りを踊ってらしたんですよ、その映画の美山で、はい、素敵だなと思いましたね、はい、でやっぱ徳島来たらやっぱ美山行かなきゃいけないんじゃないかなと僕は思ったよ、はい、DSP、 はい、君は美山に行ったことがあるのかな。いえ、初めてですね、美山に向かうのは。美山体験でしょ、はい、あの今日ちょうどここに来る前にその美山のことを調べてた時に、うん、結構夜景が、イエスですよね。そのまあ稲瀬山は僕何度か行かせていただいたことがあったので、うん、徳島でいうああいう場所なのかなとは思ってたんですけれども、だからなんかね、僕は神話性というかその親近感があって、その徳島に、はいはい、いきなり山が来んのよ、はい、こうなだらかに山に行くんじゃなくって、いきなり山なのよこの美山。長崎もそうですもんね、町から急に、うん、誰かおならしたでしょ。僕ではないです、ね。なんか急臭いよ。あ、僕ですか？僕は今のところ意識的にはしてなかったですね。臭いよ、すげえ。確かに。確かに一瞬匂いましたね。なんか今なんか風に流れてきましたね。はい、あ、運転をしてくれてる。いや、してないですね。ちょっとナノイオン強めますね。いや、でも臭いよね。そうですね。あ、俺じゃないよ。いや、これ絶対誰か何かしてるよ、これ。そうですね。踏みましたね。はい、エシャレット開いた？いえ、今、何もいじってなかったっすね、ここは。誰これ。すごいな。当然、宝石さんは匂わないですよ。確かに、ここに、な辺にはいましたね。はい。誰これ。DSP でしょ。いや、僕さすがに福山さんにマイク向けてるこの緊張感の中で放屁はできない。俺放屁してないよ。はい、ダニエル。僕ですかね。いや、なんか僕今してたとしたら完全に意識がなかったですね。でも、わかんないですけど。したの、お前。したんすかね。どうすか、ね、自分のおなら臭くない説あるじゃないですか。いや、臭いよ。でも、だいぶ今匂ってきてたんで、もう。臭いよ、自分のおなら。もう閉めて、もう大丈夫、もう消えたから。いや、すっげえ臭かったよ。いや、これ絶対誰か何かしてるよ。なんで言わないの？男同士なのに。何でしょう？何でしょう？これ何なんでしょう？え、これ何？ラブホ？ラブホです。かっこいい。なんていうとこ？ヒルゲイト。めっちゃかっこいいラブホだったよね。外壁すごかったですね。なんかマーライオン感があったよね。ありましたね。いやー、かっこいい。え、これラブホ？ラブホです。これ何？これ、なんていうとこ？なんていうとこ？あ、連れてって。え？ホテル連れてって。ホテル連れてって？あ、また左手に。え、これ何？これ何？ハローピエロ。ハローピエロ。ハローピエロ。いや、なんかすごいラブホ行きたくなってきた。ビザンで来たんだけどさ、はい、寒いんだよね。寒いっすね。時刻は現在22時15分頃です。眉山の展望台に到着しております。あ、確かにね、確かに、え、綺麗よ、すっごい綺麗なんだけど、いやー、寒いね。寒いっす。これはちょっと明日に向けてこんな寒いのはやばいから、はいはい、帰ろう、早めに帰りましょう。帰ろう。うわ、寒い。
じゃあね、曲いきましょうか、ここはやっぱり佐田先輩の佐田兄さんの映画ビザンの原作ですから、で佐田さんの曲もあるんですよね。じゃあ聞いてください、佐田まさしさんのビザン。時刻は現在17時55分頃です。まもなく徳島公演初日本番がスタートします。すごい嬉しい、よろしくお願いします。では、四国にやってまいりました。はい、大倉さん、いらっしゃいます。大倉さん、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご家族とか、あ、なんかお知り合いが、あ、もう、もう、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。今日もよろしくお願いします。よし、はい、よライブハウス徳島、ハッスリー徳島へようこそ。さあ今日はですね、今回の全国アリーナツアーで最も最も最も近い距離ですね、皆さんと熱い熱いのを過ごせるこのハッスリー徳島でございます。ちょっとね、雨降ってました、もしかして。いやいや、おかしいな。期待の晴れ男のはずなんですけど、どうですか。1月に始まったツアーもですね、いよいよ後半戦入りまして、まあ、あと残すところどこだ、あと広島と福岡ですか。もう本当に後半戦なんですけど、まあ、練りに練られた、はい、しっかりと練り込まれたこの演出をですね、演出をですね、今回のツアーの中で最も最も近い曲を皆さんに楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。アースティ徳島でのライブ、これ7年ぶり、4度目なんですけど、7年前も来ましたけど、7年経っても変わらずあるんですよ。ありがとうございます。ね、アースティは、僕デビューして全部で4回来てるんですけど、徳島ではこのアスティだけでしか僕ライブやってないんですけど、その4回ともアスティに全部来ましたよとか言ってて、あら、すごい、こういう緊張感があります。あとですね、お伺いして、福山の、ね、ライブ、福山のライブ今日初めて来ましたって言ってたら、お、初めてかな、結構ですね。ありがとうございます。私、福山と申します。ライブのいよいよ50になります。ずっとやってますんで、ね、またお会いできることをありがとうございます。すごく届いてます。ありがとうございます。7年ぶりのこのアスティですね、もう本当にこの熱い時間、熱い思いがしっかりと届いております。もう一曲やらせてもらいますよ。もう一回ストローンするですか、徳島。じゃあこの曲はですね、大体そのこのツアー全てですね、全会場毎日違う曲をやりたいと思ってまして、このシーンではで、大体当日とか、まあ、前日とか、まあ、その街に入った感じ、この徳島に来た感じで、その日の、こう天気も含めいろんなことで、その日限りのことを、ね、同じメニューを持って回ってはいるものの、やっぱりツアーというものは、ライブというものは一期一会、毎日が違うものだというふうに思ってますから、今日しかない歌というものを、セレクトしておりました。海がね、
あのすごく近くて、なんか風光明媚なこの徳島海かなと思いまして、この歌を。どうもありがとうございました。7年ぶりの徳島ですけどね、ね、7年も来ないから良くないんでね。すいません、本当すいません、本当にそう思います、ね、さすがにもう7年ってちょっとどうかなと思って、ね、僕7年後ってなるともう56歳になってるんで、もうちょっと早く来た方がいいかなと思いました。人生はね、そんなもんで考えてありますからね。そして今日はですね、劇場版コナンゼロの執行人もですね、公開されておりまして、ダウンロードもね、配信もされておりまして、ゼロも聴いていただきました。そしてツアーが終わりましたらですね、またちょっと、いろんなことを切り替えてですね、5月に大阪と東京で、ドームでですね、ライブをやっていただきますので、そちらもぜひ会いましょう。またさらにですね、パワーアップしたステージを届けてくれると思います。今日本当にどうもありがとうございました。スタンドどうもありがとうございました。足元もありがとうございました。足元もありがとうございました。ありがとうございました。それではスタンド行きましょう。横に長いからもう一往復した方がいいですよね。また会いましょう。また会いましょう。バイバイ。地元徳島で佐藤智也と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃ良かったです。僕の方はスタンドだったんですけど、ほぼ一直線状態におったんで、花道と感激でしたし、ここ最近一番好きな曲はほとんど全部歌えてたんで、もうめっちゃ感激でした。今度は僕が東京の方まで見に行きます。琴葉です。琴葉ちゃん、何歳ですか？4歳。マシャまた徳島に来てね。バイバイ。また来てね、待ってます。バイバイ。谷由香です。高知から来ました。高知から。茂木ひとみです。高知から来ました。坂本純子です。高知から来ました。近くでマシャを見えてキャーって言いたかったんですけど、ドキドキしてもう呆然としながらも、曲はしっかり楽しめてよかったです。ありがとうございました。何回もライブに通って、今回初めてあんなにマシャが近くに来てくれました。すごく嬉しかったです。マシャの汗が飛んでくるくらいの、近くに寄れてすごく嬉しかったです。高知で待ち受けね。名古屋から来ました純子です。私は大阪と今治と行ったり来たりしてます。真由美です。何か所か行ったんですけど、今日の会場が一番馬車と近かった。すごい距離の近さを感じて感動しました。マシャが本当に久しぶりに四国に来てくれてすごく嬉しくって、なんていうか、その本州と違ってね、もう本当に海渡ってこっち来てくれたっていう、もうそれだけでこの地で歌ってくれてる。で最後のね、弾き語りがもう涙でもう感動しました。ここで歌ってくれるなんて思いもしなくって、弾き語りで聞いたの本当久しぶりで、はい、嬉しかったです。来てよかったです。香川県丸亀市から来ました山下香織です。大阪市から来ました山岡真希です。兄弟です。兄弟。そうなんですね。そうなんです。地元が、地元は香川県です。はい、マシャまた来なよ。待っとるな。待っとるね。地底人ラジオ桜ヶ丘。
長のラジオセルフィー。本日4月16日月曜日、時刻は14時10分頃です。まずは、うん、徳島公演2日間お疲れ様でした。うん、今日いい天気だね。このカラッとしてるし、はい、すごくこう夏を感じる、はい、夏の前のこういう天気の時が一番バイク日和なんだよね。で、6月一旦梅雨になって、はい、で海開きする直前のあれバージンサマー、はい、バージンサマーって言葉あるのかどうか知らないけどあ、それが好きなんですよね、はい、今日は超いい天気ですよ。いい天気ですね、徳島、はい。まあ、ちょっと徳島公演初日2日目が僕らがあの徳島入りした時の天気予報だと、うん、雨予報になってたんですけど、うん、初日もまあ確かに雨は降ってはいたんですが、結構あの、うん、ツイッターの声とか見てるとみんなが会場にいる間は多少小雨がパラパラ降る感じではあったけれども、うん、なんか傘が絶対ないとダメみたいな感じでもなかった、うん、タクシー待ってる間も傘なくて大丈夫でしたっていうような。それはもう完全に太陽神ラーの、はい、お力ですよね。そうですね、ファラオ福山ねえ。いや、やっぱりちょっと太陽神ラーについて改めて調べて見てたんだけど、はい、まあ、その古代エジプトの太陽の神様、太陽神ラーだと、はい、でそれはなぜあの神と崇め奉られてたかというと、はい、毎日東の方角から太陽が昇り、毎日西の方向へ、消えていくと、はい、そしてまた東の方向から昇り西へ消えていく、はいはい、それがその永遠のエネルギー、永遠に続く命のように感じられて、かつ古代エジプト人は空を海のように、はい、例えて、はい、でその太陽神ラーが海のような空という大海大海原を船に乗って、はい、ずっとこう地球を巡ってる、はい、回ってる毎日、はい、そのイメージから太陽神ラーは船に乗ってるんだってね、はい、太陽の船、うん、太陽の船、はい、うん、ロマンチックですよね。ロマンチックですよね、うん。で調べてみるとやっぱりその世界中に太陽を神とする太陽神というのがいて、はい、で日本だと有名なそのアマテラスオオミカミが、はい、日本の太陽の神様であると、はい、そうですね。でこの徳島もその日本書紀の世界ではアワという言葉が、うんうん、イコール太陽というふうにされていたそうなので、うん、太陽の国徳島とも言えると、うんうんうん、いう情報もありましたね。まあ太陽は北極南極とか極地、まあ、極地もまあ登るけどね、若干ちょっと普通のところの登り方違うけれども、はい、まあ、この地球上の多くの場所で、ほとんど全てのものを照らしてますからね、はい、あの先日公開された劇場版コナンゼロの執行人の、うん、ツイッター上のもう盛り上がりがもうおびただしい数のですね声が、ああはいはいはい、届いている中ですね、数えきれぬほどの称賛の声ね、声が、うん、来てる中で、うん、ちょっとカテゴリー分けしてみました。なるほど、はい、確かに3つ4つあるもんねカテゴリーがね、はい、でその中であの今神様の話になりましたので、うん、まず神認定編、はいはいはい、王さんから、王桃香さんからは、うん、公式が最大手のイメソンを出してきた感じ、うんうん、イメージソング、うん、歌詞の一期一会全てが安室透のために紡がれているかのような曲、うん、やっぱり福山雅治は神だった、内容は泣く系じゃないけどエンドロールで泣いた、うん、アムピ尊い尊みで死にそう、うん、尊みね、尊み、あの最大手っていう言葉の使い方使われ方もこのコナクラさんたちのツイッターで僕知りました、はい、そうですよね、うん、焼き芋さんから、うん、福山大明神はすごい、
まあ、実際会場にありますけどね、福山大名人ね、はい、全国回ってます、うん、私はオタクだから、うん、二次元のこと生きてると思ってて、はいはいはい、人間だと思ってるから、はいはいはい、ガチめに二次元キャラクターのことを考えてしまうけど、うん、それってやっぱりおかしいし一般的に変とも思っている古谷レイは絵で本当はいない、うん、なのに福山雅治はこんなに真剣に向き合ってくれたんだ、うん、というはいはいはい。でもそれで言うとね、はい、これちょっとまた宗教の話にもなってくるんだけれども、はい、いるいない話で言うとさ、はい、うん、これどうなんですかね、そのアマテラス大御神スサノオノミコトイザナギイザナミとかね、はい、神話の世界でしょ、あれは神話ですね、実在じゃないですよね、はい、となると古くから、人類は二次元という、はい、創造物を作り出し、うん、はい、そしてその人それぞれ個人個人の意識をその二次元という創造物の中に、はい、集めてたりとか、はい、まとめてたりとか、うん、はい、人々がその個人個人で自分なりの解釈を持って自然や命や、神と向き合ってたものをこう、はい、日本書紀古事記さまざまなありますけど神話という二次元に、はい、物語を紡いだ人が誰かいたんでしょう、はい、そしてその一人一人の宗教観死生観をこうその二次元に、はい、まとめ上げてたとも言えると思うんですね、はい、だからまあ二次元は生きてると思っていてこういうのは普通変だと思われるけどっていうふうにおっしゃってるけど、はい、そんなことないと思いますよ。昔から人間はそういうことやってきてましたよ。確かに、うん、というような形でですね、コナンファンの皆さん様々な解釈で福山さんを神認定してください、はい、ありがとうございます。いやいやそんな照れるな最大手照れるな。じゃあまた新たなるオファーお待ちしてます。お待ちしてます。で続きまして、はい、泣かれた編ポリトルさんから、うん、アムロに抱かれた後に福山雅治にめっちゃ抱かれたいや、まあ、もはや映画の見方っていうのもこの領域まで行ってるんですね、はい、嬉しいですね。おそらく映画館の薄暗い空間の中で一つになったという、うん、ああ意識がね、意識を抱かれたということね、はい、ああ嬉しいですね。もうこれも解釈って表現として新しいですよね。そうですね、こんな風に、うん、すごいですね。称賛の嵐ですね。中には、うん、最初からこう福山さんが主題歌を担当されるという風にこう発表されてからですね、うん、受け止めきれてなかった方も、あネガティブに思われてた方も、はい、それはいらっしゃるでしょう。それはもちろんいらっしゃる。もちろんもちろん、はい、っていう中で、うん、カウンター編というものをちょっとまとめてみました、うんうん、夏目さんから、コナン今回のテーマ福山雅治とかマジかよ合わねえだろうって、うん、見る前は思ってたんです、うん、見る前は、うん、続きまして、あそこまでね見る前は思ってた、あそこまで、ね、思ってた、続きまして吉田遥さんから、うん、私ね正直ね福山雅治好きじゃなかったんですよ。へえ主題歌が決定した時もね、うん、正直うげえって思った。うげえってのは相当もうそれ生理的に受け付けないし反射的に嘔吐しようとしてるってことでしょきついな、 なぜここまでっていうなんでそこまで俺まあそれはでもいるよねそういう人もね、まあ、いろんないらっしゃるよ、価値観がありますね、うん、はい、けどね、うん、ありがとう福山雅治、はい、あの歌が思考の古谷レイ解釈だと思うよ。ありがとう、ありがとう福山雅治。すごいな、これ大嫌いが大好きに変わる瞬間ですよ、ね、嬉しいな。オセロがひっくり返りましたね。ひっくり返りましたね。というふうにこうカウンターパンチをですね、うん、受けた方はたくさんいらっしゃる。やっぱりそのネガから入るっていうのも大事なんですね、はい、そういう体験もね、うん、
それはもういつデビューしてずいぶん経ってますけど、はい、あの何でもかんでも OK っていうことにはそれはなかなかね、なかなかならない、ならないというか、まあ、なるわけはないんですよね。合う合わないっていうのはそのあのカスタマーが決めることですから、はい、うん、あとはどうなの。そしてですね、まあ、これが一番多かったカテゴリーです、うん、感謝編ですね、うん、ゆきさんから、福山雅治様に本当に頭下げてお礼を申し上げたい、はい、古谷霊という男のために曲を作ってくださってありがとう、はい、古谷霊という男に正面から向き合ってくれてありがとう。いえいえいえ。鈴木かなさんから、福山雅治の主題歌がまた最高だったよね、レイのキャラソンとしてあの曲めちゃくちゃ安室くんにも歌ってほしい、いつか機会あるかなと。ああ、なるほど。福山雅治とデュエットもしてほしい。あ、バンド組むのはどうですか安室さん。いや、話題性抜群ですね。安室さんやってらっしゃいますからね、バンドね、はい、バンドとか楽器演奏か、はい、楽器演奏やってますからね。これはでも見たい人かなりたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。そんな中ですね、あのきっとこう福山さんのこともより深く知って受け止めてくださってる方もいらっしゃいまして、はい、いおりさんから、うん、福山雅治さんのガチファンでもないのに失礼かもしれないけど、うん、黒柳徹子さんのための巴学園と同じ熱量で二次元のキャラクターに向き合ってゼロを生み出してくれたのかなって、映画の本編見てからのエンドロール主題歌聴きながらすごく感じてない、うん、ありがとうございました。やっぱりオファーをね、いただいたからには、はい、それをいかにその自分なりに解釈するか、自分がこうだなって思った印象をいかにそれを言語化したり音楽化メロディー化できるかっていうところなので、もちろん熱量はいつも同じですよ。そしてそんなたくさんの賞賛の声で、うん、まあ、ブロスの方も非常に皆さん喜んでくださってまして、はい、ブロス編ですね、はい、君野エリさんが、ゼロがたくさんのコナンファンに賞賛されて本当涙が止まらない、でもこんな神曲理解力だけで歌える歌じゃない、福山雅治って人が本当にすごいのは映画に寄り添うだけでなく自分の歌としても響かせられる説得力や度量があるからと思っている、うん、プロスの方、ひいき目ですな。ひいき目ありがとうございます役を入れる役を下ろすというか、巴学園も徹子さんの人生、徹子さんから、僕はもう徹子さんからおっしゃっていただいた、映像化することを私は許諾していないという、その窓際のトットちゃんというあの一冊の本を、はい、あのこの曲一曲にまとめてくださって、あなたの才能を発揮してくださって本当にありがとうございましたというふうに徹子さんおっしゃってくださって、もう最大の賛辞なわけですよ僕にとっては、はい、もう本当に良かったなと思って、でその前もね、あの聖域で武井絵美さん演じるね元子を描いてみましたけど、僕なりの解釈で、はい、あれもまあ武井さんからすごくこうお褒めいただいて、はい、で今回名探偵コナンゼロ執行人、そしてそのコナンファンの皆さんからもね、はい、そうやっていろいろご感想いただいて本当に嬉しくて、熱量ということで言うと、まあ、それと同じ熱量で長崎の島にもなってるわけですよね、はい、だからそれが今ちょっと面白いなと思っちゃって、はい、ぜひあの私島にもなってるので、はい、そちらも見ていただきたいなと思いました今、はい、長崎のね、はい、島のプロモーションですけど、じゃあ巴学園、はい、行きましょうか。やっぱり僕はその徹子さん、前も言いましたけど徹子さんを見てて思うのは、とにかく自由という言葉を感じるんですね徹子さんからね。それはそのおいおい自由にやっとるなとかそういうことじゃなくって、楽しむことの大天才だと思ってますから僕は徹子さんをね。何かそこにあるもの、自分がご自身がこう興味のあるものに関してもとことんのめり込んでいくし入っていくし、もうパンダが好きすぎてパンダになってたじゃないですか。そうですね、やっぱり好きすぎるとなるんですよ、はい、なりたくなるんですよ好きすぎるとそこに繋がっていくわけですね。そうなんですよ、はい、
僕も島になってましたけど、まあ、それは好きすぎるというよりは島を知るためにですけれども、はい、ああいうその徹子さんのそのありようっていうのはもう本当に精神の自由があってこそ初めてできることだと思っているので、そしてその徹子さんの人生というのは日本の近代化、日本の女性の自由化というものを徹子さんの人生、徹子さんそのものが体現されているのではないかなという思いから、はい、自由と幸せというワードが、キーワードになっているんですけど、はい、ほら自由で幸せです、私は今そして続きまして、うん、昨夜地底人ラジオ北海道密着編ですね。ああ、札幌編が。そうそう。それがあってさ、はい。で、ツイートの中に、DSP さん、シェケラ、シェケラは、はい。いつかけんのっていうのあったよ。ありました。それで、そこもあります。ですね。忘れてたんじゃないの？いや、覚えてます。っていうのも、メールの数を、僕ちょっとこれはキリのいいところまで、メールの数が来るのを、ちゃんと様子を見ようと思いまして、はいで、毎週ちょこちょこ届き続けてたんですけど、はいはいはい、ついにですね、うん、先週50通を超えまして。おぉ、50人もいた。いました。すごいな。届きました、うん。なので、そろそろかけても良いのではないかなと思ってるんですが、じらすね。50でいいのかっていうところもこう、いやいや、もう50でいいです。いいですか。もうみんなが忘れそう。これ以上かけない。そうですね。うん、まあそれはじゃあ後で。後で、はい。チェックイットアウト、チェックイットアップは後ほど。チェッキラ、チェッキラ、チェッキラ、チェッキラ。はい。はい。後ほど。で、その、オンエア中にもいくつかこう、出た話題の中でですね、うん、またそれにリアクションしてくださった皆さんが、たくさんメールをくださってるんですけど、うん、まずは、ホワイトマシャ。ああ、はいはい、はい。白い恋人。白い恋人と呼ばれる。はい。まあ、何かと言いますと、北海道の公演中に福山さんが、舞台上で撮影されたマシャのマシャをプレゼントするのがどうなのかと、はい、富士港着きましたので移動します。ちょっと一緒に移動しましょうか。で、ちょっと空港の別室の方に移動してきましたが、はい、先ほどのマシャのマシャプレゼントリクエストというのが、これはもうなんていうんでしょうね、はい、モラハラ、はい、そういうご時世ですからラジオでマシャの写真欲しい人いるって聞くのもだいぶはばかられるなと思ってまあね、こういたずらですから、ね、はい、うちうちにね、はい、あんまりオープンしないようにね、これ DSP ね、はい、なんですけど、うん、あのメールの方のリアクションで言うとですね、うん、すごい数のリクエストメール届きまして、かつてないほどの数がはい、来ましたね、短時間で困ったなで、ちょっと皆さん興奮されたご様子だったので、はい、あのいろいろ冷静に読みませていただいてたんですけど、うん、ラジオネームかすみさん、32歳、北海道の女性の方からは、マシャこんばんは、こんばんは、私もマシャのマシャの写真が欲しいです、会場にドアップになったマシャが自撮りするマシャに興奮してました、うん、てっきりマシャのマシャの写真がもらえるのかと楽しみにしてました。そんなわけないでしょ聞いたことないよ、そんなことしてるのって。世界中のライブでね、はい、そんなことしてる人いないよ。いないですね。いろんなことやってるけど今時代は、ね、はい、進化してこればっかりはいないよ。それはなぜいないかというとね、はい、なんとなくやっちゃいけない感じがするからですよ、それは。ラジオネーム、あやこさんからですね、うん、福山さん、こんばんは。今日も楽しい放送ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。北海道初日に参加しました。2日目の自撮りの中の、白い恋人欲しいです。お守りにします。何の自分でも何のと突っ込みそうでしょ。そうでしょ、それ秘宝感じゃないんだから、ね、はい、まあいろんな可能性はね感じるんですけども、その
大名人のお守りとして、はい、開けると中にその写真が入っているとかそういうこと考えられるけれども、はい、それさ、でもちょっとこう、まあ、エンターテインメントにおいてはね、はい、そのファンの方とそれを表現するアーティストとの関係性や、その成り立ちっていうものは、まあ、引いてみると、はい、一歩引いてみると、一歩外に出て見てみるとちょっと、あ、これはなかなかすごいことやってるなっていうふうに思われがちだけど、はい、にしたってこれはさ、はい、それにしたってですよ、はい、今更もう僕にはオファーも来ないし、なかなかそれをやる機会はないと思うんですけど、あの一流女性誌のアンガンで、はい、毎年その特集やるじゃないですか、はい、ああいう企画はもう多分僕には来ないんですよ。それはなぜかというと、もう中年だから、はい、なのでもし皆さんが本当に望まれるのであれば、はい、これは、ファンクラブブロス、はい、そして、福山モバイル、はい、それと地底人ラジオリスナー限定の白いブリーフだけの写真集これを、はい、もう作るしかないですよね。白いブリーフ、はいはい、白いボクサーパンツ、はい、とにかくそのマシャのマシャを覆うのは白白ホッパンとかね、白のね、もうピチッとした、うん、ダメージデニムのこう白のホッパンとか、はい、で体をちゃんとその写真集のために作って、はい、絞り込んで、はい、まあペ・ヨンジュンさんまでであんな風にはならないからなれないから無理だけど、はい、まあちょっと今よりちょっとしっかり作り込んで絞って、はい、もうこれ限定でしかやっぱりなんかこうそれが一般書籍とともに本屋さんに並ぶっていうのはなんかちょっともうねさすがに気恥ずかしい、はい、でも僕はブロスのためだったら、はい、それは一肌二肌いくらでもできますよ。ブロスが望むのであれば、はい、で地底人ラジオリスナー、はい、福山モバイル、はい、F モバが望むのであれば、うん、それはもちろん検討します、はい。僕ちょっと今想像だけですけど、うん、本当にちゃんと撮ればものすごくいい作品ができるんじゃないかなと。いやもうできると思いますよ、はい、いいライティングですごくセクシーで今そのホッパンで思いついたのは、はい、思い浮かんだのはあのダメージデニムの白のホッパン で、はい、で靴はなんかコンバースのスニーカーを素足で履いて、はい、ちょっと外でこう、はい、シャワーをバーッとこうホースあの、はい自分でこう水をこうかけて、はい、夏の暑いこう太陽の下でね、はい、ロケ地どこがいいのかな海外がいいかなですよね、やっぱりロケーション的には。うん、海外がいいかななんか白い家がいいんじゃないですか。綺麗に撮ってほしい、はい、ですよね。世界的に有名なアメリカの写真家なんですけれども、はい、ハブリッツさんはね、カズさんを撮ってるんですよ、はい、カズさんのヌード、うん、はい、モノクロでね、はい、まあ、これまあ調べていただければ分かるんですけど、はい、ハーブリッツさんやメープルソープに行くともうやばいんで、はい、ロバートメープルソープに行くと、はいはい、メープルソープさんはもう凄まじいですよ、はい、結構ねその男性のヌードをこういうふうに撮られてたんですけども、なるほど、そのうち、はい、なんか自分が映り出して写真、はい、そのうち自分がこう顔写ってるんだけど、はい、DSP の DSP をパックンしてる写真を撮り始めたりしてるわけですよ。もうなんかね、なるほど、もうこれどの感じで撮ってるんだろうなっていうのが、へー、これはでも作品としてそれを出されてるわけですよね。いやもう凄まじいですよ、メープルソープさん、ロバートメープルソープね。じゃあちょっとこれに関するまたご意見は。いやもう限定じゃないと、しかもその結構肉体作るのに時間かかるから、はい、もうこれも30周年とかに向けて、はい、じゃあちょっとそこを目指すのか目指すのか目指さないのかはまあちょっとそれは30周年に向けて何やるかっていう企画も考えていかないとね。そうですね。そもそもライブも
で30周年どうするんだっていうのもねちゃんと考えないとね、はい、そうですね。ライブ、30周年に向けてのライブ、あとセルフカバーアルバムですよね。アルバム出すか出さないかっていうね、はい、ラジオでもおっしゃってた、うん、それと白だけをまとった、はい、とにかくあの白なんですよ、はい、服は全部白、うん、まあ、それはマシャマシャを隠す部分も白だし、はい、もしかしたらスーツも着てる写真もあるかもしれない、はい。でまあ、ちょっと話一応戻すと、はい、その白い恋人、うん、マシャのマシャの、うん、まあ、プレゼント仕方なんですけど、するんだ、まあ、もしするとしたらですよ、これちょっとあの、うん、デジタル戦略プランナー的に、うん、こうだったらまあ欲しい人だけにの手に渡るんじゃないかなっていうのがあって、うんうん、まあ、LINE の中にキーワード応答設定というですね、うん、機能がありまして、うん、例えば、マシャのマシャちょうだいとか、うん、マシャ白いのちょうだいとか、うん、なんかそういうワードを打つと白いのちょうだいじゃないよみたいなのを打つと、うん、あの写真がボーッと送られてくるっていうようなことは設定できるので、うん、例えばこの地底人ラジオのリスナーの方だけはこの話は聞いていらっしゃると思うので、うん、まあ、そこだけでこう楽しんでいただくっていうようなことはできなくはないかなと。まあでも一度世に出すとそれはずっとこうネットの海を漂流する漂流物になるからね、それはね、はい、そこはちょっとね、はい、物としてデジタルものっていうことでいいのかって話だよね。そうですね。だからそれが生々しさがなくって、うん、その作品っぽくそのスティッキーフィンガーズみたいに作品として仕上がってればいいわけ、はい、なるほど。あの写真ではなく、ただ、はい、皆さんがご所望なのは生っぽさかもしれないので、そうですね、ここが難しい。そうですね、難しいですね。だからブルース・ウェーバーもハーブリックスもロバート・メープル・ソープもそうだけど、すべ、はい、て作品の領域に昇華してるから、はい、それはアートになってるわけなんですよ、はいはい。ただ生を求めてるかもしれないんで、はい、ここがな。じゃあ曲いきますか。はい、それじゃあ、これあの僕歌ってないですからね、これはスーパートラップさんの演奏と歌ですからね、僕があの書き下ろしたナンバーですけども、チェックイットアウト、シェックイットアウト。では最後エンディングですが、はい、徳島公演の感想もたくさん声いただいてるんですけれども、うん、いくつかご紹介できたらなと思ってます、うん。まずただしさん35歳、徳島県の方ですね、うん、7年ぶりのアスティ徳島、お疲れ様でした。ありがとうございました。ライブハウスアスティ徳島、暑かったね。暑かったですね、近かったですね、うん、地元徳島の友達と男2人で参戦しました。今回は人生初の1列目の一番端。へえ、あー、男子いたな。今までで一番近くでマシャ兄を見れて、うん、指差しや手を振ってもらえたと思ってますが、覚えていただけてるでしょうか。うん、覚えてるよ。25年ファンを続けて本当に良かったと心から思える素敵なライブでした。25年四半世紀ありがとうございます。続きまして、エリさん48歳、この方は滋賀県から徳島に遠征してくださったみたいですね、うん。徳島1日目参戦しました。マシャがどんどんビッグになっていくことはブロスにとってこの上ない誇りです。すごい喜びなんですが、どんどん遠い人になっていくようで、どこか寂しいような気持ちも少しありました。ああ、そう。だから今回コンパクトな箱でやってくださり、うん、絶対行きたいと思ってました、うん。ああ、なるほどね。その不安心理という、はい、それ僕もありますよ、はい。グラビア協会の人間としても、はい、ビッグになりすぎるとちょっともう俺の手離れたなってやっぱ思うんですよ、はい、グラビアの女の子とかでも、はい、うん、やっぱりそのグラビアってね、はい、服を脱いだところから始まって少しずつ着ていくんですよ、はい、最後はもう水着はやらなくなるっていう、はい、うん、なんだろうな、この子は俺が最初にグラビアで見つけてたのに、何この、注目の若手女優みたいな感じでみんな、今最近知ったでしょ、俺なんかもっと前から知ってたのにみたいなのはずっとありますよ、はい、うん、そういうなんか思いも思いですね、はい、ちゃんはあるわけね、はい、大丈夫だよ、俺なんかもうずっとほらなんか地底人ラジオとか地底にいるから、はい、
で会場に入ってから昔のライブハウスの頃を思い出して涙が出てしまいました、うん、これからもおばあちゃんになってもマシャのライブに行けるように元気で美しく年を重ねていけるように頑張ります。ああ一緒に美しくなりましょうよもっと美のカリスママサ福山としてもですね、はい、結構やることあるよもうすでに30周年のそうですねアイテム、はい、やるってなるともうほらあのホールとかちゃんと押さえなきゃいけないしツアー、まあ、ホールなのかアリーナなのかまだ分かりませんけれども、はい、それとセルフカバーとかで当然新しい歌も必要になってくるし、はい、で裸はい白の写真集でしょ、はい、ただ写真集に関しては何度も言うようだけどこれはもう一般での流通はしないですよ。はい。もう。ブロスと。ブロスとエフモバと、まあ、地底人。はい。まあ、服のラジオはほら、フルネットなんで。メジャーリーグですからね。多くのところで聞かれてるんで、とにかくただ撮るだけじゃなくて、肉体作りに時間がかかるので、はい、それはもう、うん、早めに決めないとね。うん、そうですね、はい。はい。じゃあ、東京に戻りましょうか。はい。ね徳島のあなた本当にありがとうございました、今回ねいろんな各地回っててもっと早く回らないとダメだなということを改めてですね実感しておりますよ、はい、アスティライブハウスアスティ本当に近くて熱い盛り上がりでしたね。また戻ってきたいと思います。ほんなななんかね小倉さん曰く、ほななんだけど、ほとなの間にちっちゃい運が入るようなニュアンスがあると。はい。ほななっていう。ほななみたいな感じで。もうちょっとはっきり。うん、あ、そうだ。香川の人だ。はい。ほなな、ちょっと運が入るんですよね。ちょっと入るんだ。ほなな。ほんだらなが、もともとあって、うん、それが短縮されてってほなな、なるんで、あ、ほんだらな、ほんだらな、ほんだらなの中で、ほなな。ああ、ほんだらな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 。今の。ほんだらな、になるんだ。はい。今の。よかった、正解が分かって。ほんだらな。ちょっと違ったみたいだね。じゃあ、特集また会いましょう。そして、地底人ラジオは、また来週、セームタイム、セームチャンネルで。バイバイク。地底人ラジオが、ラジオクラウドでも聞けるようになりました。ご自宅の Wi-Fi などで、番組をダウンロードし、いつでもどこでも再生できます。アプリをダウンロードして、渋谷のラジオをチェックである。地底人ラジオはダンロップの提供。